おとりは任せたぞ、お前ら。ちょっとゴズマさん、任せましたよ、アクア、ダクネス。もちろんだ、任されようじゃないか。行きたくないって言ったのに。いい加減に泣きやめって。ここまで来ちまったんだから引き返せないだろ。アクア大丈夫だ、万が一の際は私が守ってやる。できれば私のことも守ってもらえると大変に嬉しいのですが。ああ任せておけ、そういう時のための私だからな。そんじゃあ作戦を立てるぞ。と言ってもやれることは少ないし、いつも通りだけどな。今回ギルドから指定されている標的は町の周辺をうろついているジャイアントトードだ。カエル。基本鎧を着ているダクネスがおとりになって足止めし、俺が狙撃する。もし敵を誘導できそうなら一箇所に集めてメグミンの魔法で一網打尽にする。一応いつでも撃てるようにしておいてくれ。わかりました。アクアは余計なことをするな、いいな。じゃあ帰っていいかしら。ああいいだろう。ただし一人離れたところでカエルに襲われても俺は助けに行かないから、そのつもりで。わかったわよ。カズマ、一つ試したいことがあるのだが。試したいこと？なんだよ。鎧を脱いでおとりになりたい。あのカエルは金属を嫌うから、鎧を着ているダクネスなら食べられても大丈夫なんでしょ。あ、その通りだ。しかし鎧のない状態で食われた時の対処方法を考えておきたい。そのためにも経験が必要だ。ただ食われてみたいだけだろ。経験が必要なんだ。じゃあ食われて何がわかるんだよ。それはその例えば。そうだ、カエルの顎の強度や皮膚の頑丈さを確かめるのだ。私の力でどの程度なら抵抗できるかは重要だ。お前素手でカエルの顎を引き裂く気か。でもダクネスならできそうじゃない？力もあるし。想像してしまいました。そこまでするつもりはない。あとアクア、その言い方は少し、その乙女としては。え、何？いや、とにかくだ、何事も経験だ。今後のためにも試させてほしい。けどな。私は試してみてもいいと思うわ。何か新しい発見があるかもしれないわよ。見つけるべきではなかった発見になりそうな気がひしひしとするんだが。このスバ！来た！来ましたよ！ダクネス、カズマ！カエルが一匹こっちへ向かってきてます！なあ、本当にやるのか？もちろんだとも。では行ってくる。さあかかってこい、私はここだ。とりあえず今は放置かな。でも飲み込まれたら。それにダクネスだって今頃後悔して。それは大丈夫だろう。このぬめる感触、期待以上だ。予想以上に喜んでます。なんてあの粘液の中で笑顔でいられるの。
な、カズマ。なんだよ。このまま飲まれたらどうなるか試してみてもいいか。な、さすがにそれはまずいんじゃ。どうせダメだって言ってもやるんだろう。だったらとっとと終わらせてくれ。では許しも出たことだし、徐々に飲まれていくこのぬるぬるした感触も。へえ、すごくいい笑顔ね。あ、でも本当に止めないと、顔まで飲み込まれたら呼吸ができなくなってしまいます。そうよ、いくらダクネスでも呼吸ができなくなった状態では抵抗する力が弱まるわ。これは予想以上にいいな。どれ、もう一度最初から。よいしょっと。え、自力で出てきたんですけど。あー、ぬるぬる。そしてまた飲まれていっていますよ。これはどうかしたんですか。こいつ、飲まれることに抵抗すると舌で舐め回してくるぞ。あ、そうなの。あ、舌でベロベロされてる。あの、カズマ、私はどうすれば。私、心の底から帰りたいんですけど。それは俺も一緒だ。でもあいつを放っておくわけにいかないだろ。だったらもう倒しちゃいなさいよ。ほう、そこでそう攻めてくるか。そうですね、ずっと見ていたらトラウマになりそうですし。こう抵抗するとそうくるのか。確かにそうだな。ね、粘液が体中に。お前はさっきからうるさいわ。少し黙ってろ。カズマ、それはそれで怖いですよ。咀嚼されるダクネスを想像してみなさいな。確かに夢に出てきそうな絵面だな。さて、そろそろ本番と行くか。おい、何をするつもりだ。飲まれる。ですから、飲まれたら呼吸が。そうよ、カエルの中で呼吸をしようとすると粘液が喉に入ってくるのよ。体内にまで粘液が。お前期待してんじゃねえよ。てか、それをわざとやったらうちのパーティーから追い出すからな。それは困る。だったら普通に飲まれるだけにしておけ。普通に飲まれるってどういう状況ですか。俺が知るか。ダクネス、抵抗する力は残ってるのかしら。もし疲れてるならヒールするけれど。大丈夫だ。おい、今何を考えた。まさか体力ギリギリでカエルの中の感触を楽しもうなんて思ってるんじゃないだろうな。私だってバカじゃない。そんなことをするか。では行ってくる。とりあえず10秒待つ。出てきた。ダクネス、もしかして限界なんですか。それならそうと言ってくださいね。どういうことだ。こいつ、私を吐き出そうとしているぞ。願ったり叶ったりじゃない。ほら、早くペッてされちゃいなさいよ。ペッて、その言い方は女として傷つくぞ。
もうそんなことはいいから早く。そうですよ、早くペッてされてください。せめてあと一回飲まれてから。しかしこいつ吐き出そうとして。ああ、なるほど、硬いんだな。何？硬いからカエルも食いたくないんだろう。何をバカなことを。私は生身だぞ。だからその生身が硬いんだろう。もしくは変な味がするか。変な味？いや、その両方か。硬くて変な味がする女、ダクネス。さすがカズマ、この状況でその攻めくは予想外。しかしちょっと傷ついたぞ。だが悔しいかな。それがいい。さて、そろそろ倒すか。そうですね、これくらい余裕だ。いい感じじゃないかしら。ふん、私ならこれくらいは当然。うむ、いい感じじゃないか。これくらい余裕だ。いい感じじゃないかしら。ふん、私ならこれくらいは当然。うむ、いい感じじゃないか。報酬か、楽しみだな。お疲れ様です、佐藤さん。クエストをお探しですか？いえ、そういうわけじゃ。あいにく今はいろいろと忙しくて。聞きましたよ。また大変なことに巻き込まれているそうで。まあ、はい。そんな顔をしないでください。これまでも佐藤さんは何度もピンチを乗り越えてきたじゃないですか。それはそうなんですが、さすがにこうもいろいろと続くと。不思議ですね。佐藤さんの幸運ステータスは非常に高いはずなのに、どうして面倒なことばかりに巻き込まれるのかなと。それは俺の幸運をものともしないトラブルメーカーが近くに何人もいるからじゃないでしょうか。